皆さん、こんにちは。そして、この3つ目、そして最後のトピックであります、気候ファイナンスのセッションです。森下舞子と言います。IGIS のファイナンスタスクフォースのプログラムマネージャーを務めています。研究ですとか、あるいは政策実施のサポートをグリーン移行のファイナンスについて提供しております。そしてこのセッションのモデレーターを今日は務めさせていただきます。この基本のために資金動員をするということは非常に大事なことでありまして、移行のためには不可欠です。昨日、今日、さまざま都市の都市としてのアクション、そして日本、EU 間の協力等についてカバーをしてきましたけれども、このセッションにおいても、そうしたフォーカスについてはフォーカスをし続けます。そして特に、この気候資金をローカルで動員するための措置等についてカバーをします。そしてまた、どういった役割を金融機関が果たしているのか、果たし得るのかということについてもカバーしていきます。まず2つプロデューサーがあります。それぞれ15分、20分、話をいただきます。EU からお一方、また日本からお一方、その後、質疑の時間を設けます。それでは、スピーカーをお迎えいただきたいと思います。1人目はジェリー・マスカットさんです。ジェリーさん。Hello, Michael. マイコさん、こんにちは。今日は参加いただいてありがとうございます。こんなに早朝ですけども、時間取っていただいてどうもありがとうございます。ジェリーさんは、欧州投資銀行の都市アドバイザリー課の課長です。そして、都市開発ですが、あるいは都市モビリティ、住宅政策、気候問題で都市にサポートを提供しております。そして、都市レベルでの資金動員などを含めたプロジェクトに取り組んでおられます。それではジェリーさん、お願いいたします。Okay, thank you very much, Michael. マイコさん、ありがとうございます。紹介いただきまして。今日このイベントでお話ができることを非常に嬉しく思っております。私は日本をお尋ねしたことあるんですけれども、しかしながら日本における気候ファイナンスについては十分に知りませんので、次のプレゼンターの方のプレゼンテーションも楽しみにしております。EU における都市の気候ファイナンスについては知識がございますので、我々が EIB においてどのようにして都市に資金提供しているか、また EU 全体でのイニシアチブ等々について今日は話をしたいと思います。では次のスライドをお願いいたします。まず EIB 欧州投資銀行について話をしたいと思います。EIB についてご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、では次のスライドをお願いいたします。EIB というのは、欧州における気候銀行、クライメートバンクというふうに自ら呼んでもおります。インフラですとか、あるいは中小企業、研究開発、イノベーション、さまざまなことに対して資金供給をしております。EU 内外が対象です。そうした中で、気候というのは我々にとって鍵となるテーマの一つです。そしてまた私たちは最大の多国間融資機関でもあります。我々の資金の 50% 以上が現在は気候志向です。そして多くの資金供給は EU 内で行われております。しかし 10% ほどは途上国内で行われております。スタッフの数は4000人ほど、59の拠点があります。そして多くは EU の中にもあります。 EU 外にもたくさんあります。そうした中で融資、ブレンディング、エクイティ、保証、アドバイザリー等々を行っております。我々は EU の加盟国の、所有対象となっております。さて、我々の都市のプログラムについてです。都市に対する融資ですけども、典型的には我々全体の 25% ほどは、都市に対するものであります。25から 30% 近いところ。そしてもう最大ありますけども、モビリティ、水管理、都市再生、教育、その他の領域を対象として研究を強化しております。次のスライドをお願いいたします。So, following a few words on the EIB, I wanted to just say that we EIB について少しお話しましたけれども、我々通常都市に対する投資は都市への融資という形で資金供給を行います。そして
フレームワークローンということを多くの場合にやっております。この都市の投資プログラムの一部に対して資金共有するということであります。また、さまざまな市中銀行ですとか、国の政策金融機関との連携で資金供給することもあります。また EIB はさまざまな金融機関と連携しています。一部の例がスライドに示されております。ベルフィウスというのはベルギーの金融機関でありまして、都市に対して資金を出しております。また ILP のような地域の金融機関とも供給しております。これはベンデンブックの投資銀行です。ここにありますのは、そしてまた BGK ポーランドの開発銀行、そういったところとも協力しております。また EU のさまざまな機関と連携をしております。市中銀行とも連携しております。また融資の他にアドバイザリーサービスも行っております。つまり都市が自らの投資の質を改善するサポートをするということであります。また投資がより資金を得やすくするということも行っております。そのために財務的あるいは経済的なプロジェクトのフィジビリティの側面を改善する、あるいは技術的な側面の改善に対するサポートを供給するということになっております。また都市がさまざまな領域におけるスキル向上するということについてもサポートを供給しております。そして都市が大きな課題に挑戦する際にもサポートしております。気候というのももちろん大きなものでありますけれども、その他にも都市内の包摂性ですとか、あるいはレジリエンス、デジタル化とかガバナンスの改善、そういったものもサポートしているテーマであります。さて、いくつか事例を共有したいと思います。例えばポーランドのリゼスフ市というところもサポートしております。これはポーランドの東の方にあります。ニュースでご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、これは小さな都市なんですけれども、今よく知られるようになっております。これはウクライナとの出入り口になっている都市であります。そして多くのウクライナからの避難民の方たちを受け入れられた都市でもあります。そうした中でウクライナから来た方々を都市に受け入れる中で大きな課題がありました。人口が20万人の中で、この半分に近い数の避難民が入ってこられたということで、いろんな課題がありました。インフラという面でも気候という面でも課題となったわけであります。そうした中で EIB は我々ほぼ都市の投資プログラムのあらゆるセクターにおいてサポートしました。また我々アドバイスも提供しました。そしてこのポーランド、リゼスフ市、この市が気候中立に向かうサポートもしました。そして新しいこの低炭素のデータスで、この社会的に包摂的な都市を建設する非常に先駆的なこのプロジェクトのサポートもいたしました。次のスライドもお願いいたします。もう一つ例を申し上げます。これはアテネ市、ギリシャのアテネ市の例です。アテネ市も気候という観点で大きな課題に直面しています。例えば熱波ですとか、あるいは降雨などに対する適応が必要でありますけれども、そうした適応の取り組みに対するサポートをしております。さまざまな投資のセクターが対象となっております。モビリティですとか、ハウジング、住宅等です。で、特にまた都市の緑化ですとか、あるいはグリーンインフラといったところでもサポートをしております。そうすることによってこの気候変動への適応の強化に貢献しています。ここでいくつか欧州全体のイニシアティブについて話をしたいと思います。そして欧州委員会と多くの場合に我々連携しております。ここでまずお話をしたいのは EU ミッションです。これは気候中立でスマートな都市を目指すミッションです。これは非常に興味深く、また
面白い展開です。100の都市を、まあ、欧州の100の都市、またその10の温暖化の都市について、2030年までの気候中立を目指そうとするプロジェクトです。こちらにあります通り、非常に幅広い国々の都市が参加しております。次のスライドお願いします。ミッションが始まる前の事前準備といたしまして、平均の状態ということで、大体10万人いる場合には、10億ユーロの投資が気候中立のためには必要だということが分かりました。分野もいろいろありまして、建物、輸送、暖房システム、電力システム、ネットワーク等がありました。したがって、どのぐらいの投資額が必要なのかということについて推計を行いました。次のスライドお願いします。現在見られてきている状況としては、都市は行動計画を提出するように求められています。彼らがクライメートニュートラルになるための行動計画を出してほしいと、また投資計画を出すようにという要求が来ております。気候中立になるための計画です。考え方としては、いわゆるクライメートシティコントラクトという契約をしまして、このプロセスを進めていくということです。で、我々は欧州委員会とも協力をいたしまして、こういった投資計画を精査し、どのぐらい信頼できるものなのか評価をしております。どのぐらい気候課題に対応できるようなものになっているのか見ております。それからさらに開発の余地がある、発展の余地があるところを特定したりしています。で、特に一つ興味深いところとしては、クライメートチャレンジというのが都市のためにもありますけれども、ほとんどだいたい70から90%ぐらいの投資のニーズで気候中立になるためですが、これは実は都市そのものがコントロールできるところではないんです。例えば中小企業による投資であるとか、産業界、企業、もしくは個人が自分たちのモビリティについて改善をしたりですとか、それから電気化をしたりですとか、また自分たちの私有の建物がカーボンニュートラルになる必要があるですとか、かなり大部分の投資についてはそういったところが必要なんです。このシティコントラクトでは都市全体の排出を見ています。単に都市、自分たちが持っているインフラだけではなく、都市全体のフットプリントを見るというような状況になっています。したがって非常に野心的な取り組みになっています。今の段階では30から35市ぐらいがこのプロセスに参画をしておりまして、もちろんこのプロセスは進行中でありますので、どんどん、投資計画についても精緻化していく必要があるようなものです。次のスライドお願いします。申し上げましたように、この都市ミッションにおきまして、SME 中小企業がよりグリーンになっていくということが一つ課題としてあります。次のスライドお願いします。これについては部分的に都市レベルで都市自身ができることもあります。インセンティブを与える、地元の企業がより効率性を上げるように、それから国のスキームを使うこともできます。 IDB におきましてはかなり中小企業に資金提供を行っておりまして、こういった中小企業がさらに気候志向を強めると、投資をするときに排出を減らすようになるようにということで、我々としてはいわゆるグリーンエリジビリティチェッカーというのを作りました。グリーンな資格があるかというチェッカーなんですけれども、このツールはオンラインのツールでありまして、これを使えば中小企業並びに企業一般はこのチェッカーを使いまして、またさらに仲介者などについてもタクソノミーであるとか、こういった投資のプロジェクトの資格があるかというようなことを確認することができます。で、これはツールとそれからアドバイス
の組み合わせです。金融機関は助言を行うこともできます。次のスライドをお願いします。それでは他の施設、ファシリティであるとか仕組みであるとか、どうやってクライメートニュートラルにしていくかということなんですけれども、一つまずエレナという仕組みがあります。次のスライドをお願いします。これはエネルギー効率に関するものでありまして、モビリティですとか、それから建物に関するものです。このプログラムによって都市は投資計画を準備することができ、実現することができるようになります。次のスライドお願いします。でこの仕組み、ファシリティは 90% プロジェクトの準備コストをカバーします。そういったタイプの投資なのであれば的確となります。だいたい100万から300万ユーロの補助金をつけまして、例えばフィジビリティスタディとかプロジェクト管理とか、それから実行であるとか調達であるとか投資の実行であるとか、そういったものに充てられます。それからいくつか都市の中でもこれを実際にやってきている、例えばザグレブもそうですし、クロアチア、ハンブルグはドイツでモビリティ関係で使いました。それからビスコ州もそうですし、コペンハーゲンも建物関係でこの仕組みを使いました。次のスライドお願いします。こっち非常に興味深い点としては、このプログラムはアドバイスやサポートを都市に対して行って支援をするんですけれども、都市が少なくとも30ミリオン3000万ユーロ投資すると自分たちでコミットして初めて使えます。つまり自分たちも投資をする義務があるわけです。都市たち自身もコミットをして、こういった技術的なサポートを受ける前にしっかりと自分たちでもコミットするということが必要となっております。時間もなくなってきていますが、かなりサステナブルモビリティについても取り組みをしてきています。特にサステナブルオープンモビリティ計画をやってきています。フィジビリティスタディもサポートしています。さらに EV チャージャー、例えばギリシャの都市にサポートしています。充電が重要で彼ら苦労してますから。それでは最後にあと2つファシリティ仕組みがありまして、重要だと思いますので次のスライド使ってご説明申し上げたいと思います。送ってください。まず1つはニューヨーロピアンバウハウスというものです。もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、これは欧州連合 EU の取り組みでありまして、プロジェクト開発投資のやり方として3つのキー原則、鍵となる原則、サステナビリティと、それから社会の包摂と、それからもう一つは美的感覚もちゃんと持つということを、きれいにしなければいけない建物とか地区とか、そういったものはサステナブルであるのと同時にインクルーシブでなければいけないし、美しくなければいけないという、そういう3つの原則を標榜する形で進めたいという考え方です。それから最後に申し上げたいのは循環経済、サーキュラーエコノミーとなります。こちらもやはり欧州委員会と連携をしておりまして、サーキュラーシティセンターというのを設定いたしました。これは都市をサポートするものでありまして、彼らの循環経済関係の野心を支援するものです。現段階といたしましては次お願いします。もうすでにガイダンスの文書は準備いたしました。要項とか、例えば知見とかリソースとか、そういったものは準備しておりまして、プログラムも発足させてきています。例えば機械を特定して、一体どういったところで循環経済の投資ができるか、またプロジェクトの準備をどのようにできるか、そういった資料を準備してきています。次のスライドお願いします。このサーキュラーシティプログラムを展開しておりまして、いろいろなモジュールがあります。それから特にフォーカスをしているところとしては、最後の右側のものなんですけれども、サーキュラープロジェクトアドバイザリーと呼ばれるものです。こちらでは実際のプロジェクトを特定して、フィジビリティスタディをサポートして、サーキュラーになるように循環経済が実現できるようにということで、循環性の分野としては建物の再利用、
これは非常に大きなテーマに、コロナ後の EU ではなっております。オフィスの建物も減りまして、社会住宅に変わってきています。それからモビリティ共有サービス、例えばモビリティアザーサービスという考え方であるとか、他の分野などに注目しています。私からは以上ということで、何かご質問ありましたらよろしくお願いします。もう一つのプレゼンテーションが先だと思いますけれども、以上です。ジェリーさん、ありがとうございます。非常に情報量の豊かな効果的なプレゼンテーションをしていただきました。オーディエンスの皆さんも、もう非常に幅広いプロジェクトについて学ぶことができたと思います。前の方のスライドの中で、この都市への融資の 50% 以上が気候に関するものだというふうなお話があったと思います。気候というものがどれだけ EIB の仕事の中で主要化しているかということが示されているというふうに思いました。 80% 以上が何らかの形で気候に関するということですね。